愛染かつら。昭和初期、川口松太郎による小説愛染かつらは人気を博し、その映画は空前の大ヒット。共に大流行した主題歌は時空を超え、今でも流れる懐かしの昭和ロマンス。戦前のモダン都市東京を舞台とした医者と看護婦の恋物語。さて、二人の愛の行方はいかに。春の日差しが窓辺を照らす津村病院の廊下。ここで働く看護婦高石克恵は23歳。病院内で評判の美人であるが、その面差しにはどこか陰りがあった。高石さん、これは小僧様。呼びかけたこの端正な顔立ちの青年は津村病院の御曹司津村幸三。29歳の彼はこの度若くして博士号を授与され、今夜その祝賀会を挙げることとなっていた。高石さん、聞きましたよ。今晩僕のために歌を披露してくださるそうですね。恥ずかしいですわ。でも精一杯歌わせていただきます。祝賀会も竹縄になり、それではお待ちかね、次は高石看護婦による読唱です。ちょっと待って、高石さんは伴奏なしで歌うのかい。なら僕が弾こう。歌の題名は？ドリンゴのセレナーデですわ。構造のピアノ伴奏に乗せ、カツエの歌声はよくさえ渡り、息の合った二人のセレナーデは見事な出来栄えだった。なんて魅力的なんだ、高石さんという人は。構造はすっかりカツエに魅了された。盛大な祝賀会が終わり、構造はカツエを銀座の資生堂パーラーへ誘った。今夜のあなたの歌声は本当に素晴らしかった。作曲までなさるそうじゃないですか。僕の望む女性がこんな身近にいたなんて。僕と結婚してくれませんか？え？そんな。構造様と私では身分が違いすぎます。そんなこと僕は気にしません。そう言われましても、私、カツエには今年で6歳になる娘がいた。当時看護婦は独身が原則。若くして未亡人となったカツエは娘を姉に預け、子供のあることを隠し通してきたのである。その夜遅く、看護婦の寮ではなかなか寝つけない勝恵がいた。高石さん、電話ですよ。当直の用務員が勝恵を呼んだ。こんな夜更けに誰かしら。寝巻きに羽織を引っ掛け、病院の暗い電話ボックスの中に入ると、そこには、あ、構造様。高石さん、今日の僕のせっかちな申し出はお詫びします。でも、僕はやっぱりあなたを諦めきれない。あなたが好きなんです。突然抱きすくめられた勝恵。構造の腕の中で、勝恵は胸の高まりを抑えることができなかった。一方、津村家では、構造の縁談話で持ちきりであった。持ってきた縁談をことごとく断るとは、一体どういうつもりだ。
僕だって自分の意思で決めたいのです。自分の意思ですって？津村家の嫁は代々医者の娘からと決まっているんですよ。まさかお兄様、あの高石看護婦じゃないでしょうね。歌の伴奏まで自分から買って出るくらいだから。新緑の5月、光蔵は谷中の愛染堂へ勝衛を連れ出した。境内には見上げるばかりの大きな桂の木。この木は愛染桂といってね、縁結びの木なんです。こうやって手を置いて男女が誓いを立てると必ずや結ばれると言います。僕は家を出て京都で医学の研究を続けようと思うんです。一緒についてきてくれますか？僕は感動も覚悟の上なんです。勝衛の心は乱れた。私に子供があることを知れば、この人を失うことになる。つかの間でもいい、この人についていきたい。勝衛は桂の木にぴったりと手を重ねた。いよいよ京都へ立つ夜が来た。そこへ不意の知らせが。我が子とし子が高熱を出したという。勝衛はすぐさま青山の姉の家へ駆けつけた。とし子ちゃん、ママちゃん、今夜は寮に帰らないで、このままとし子のそばにいて。熱っぽい目で母をこうる我が子。勝衛は胸をかきむしられる思いだった。今何時だろう。時計の針は10時40分を回った。光蔵との待ち合わせは11時、新橋駅。今夜行けなくなったことだけでも伝えねば。勝衛はタクシーに乗り込み新橋駅へ急いだ。11時5分発下り急行発車します。新橋駅に着いたその時、汽車が動き出しているのが見えた。ボーシュッシュッガタン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 。勝衛は無我夢中でプラットホームへ駆け出した。光蔵様、光蔵様。悲痛な叫び声を振り切るように汽車は走り去っていった。勝衛は光蔵との恋が今目の前で引き裂かれていくのを感じた。もし間に合っていたら、光蔵様のお顔を見たら、私汽車に飛び乗っていたかもしれない。これでよかったのよ。私にはとし子がいる。とし子を置いてはいけない。さようなら光蔵様。やがて季節は過ぎて秋の色も濃くなっていった。看護婦を辞め姉の家でひっそり暮らしていた勝衛。そこへ届いた一通の手紙。姉さんどうしよう。レコード会社からよ。私の作曲が当選したって。以前作曲募集に作品を送ったことがあったの。光蔵さんとのことですっかり忘れてたわ。ほら、この私を専属作曲家として雇いたいですって。ようやく運が向いてきたんだよ。18でとし子を産んでから苦労続きだったじゃないか。光蔵さんとは所詮叶わぬ夢だったんだよ。それよりも勝衛、好きな音楽で食べていきたいというあんたの夢が今花開いたじゃないか。
これで姉さんとトシコと三人で暮らしていけるわ。ママね、トシコと一緒に暮らせるお仕事見つかったのよ。じゃあ、ずっとママちゃんのお歌を聴いてねんねできるのね。そうよ、ずっと、ずっとよ。姉さん、ここを引っ越して新しい生活をしましょうよ。一方、その頃、津村病院に戻ってきた構造は、勝江の行方を探したが、もう青山の家にはいなかった。勝江は、なぜ約束を破り、行方をくらましたのか。わけもわからぬまま半年が過ぎ、年の瀬を迎えようとしていた。構造は熱海にいた。この地で開業した友人の病院を訪ねがてら、診察を手伝っていた。そこへ子供の患者がやってきた。お名前は？高石敏子。高石。なぜかその子供の顔にどことなく重なる勝江の面影。付き添いの方はあなたのお母さん？おばちゃんよ。私のママは今日、東京から5時16分の汽車で着くの。お正月は熱海で過ごすの。ママはね、お歌も作れる歌手なのよ。お母さんの名前は何て言うの？高石勝恵。構造の手は震えていた。まさかとは思いながらも、構造は熱海の駅でその汽車を待っていた。としこちゃん、風邪はもう大丈夫なの？真っ先に汽車から降りてきた女は、紛れもない勝江その人。勝江は満ち足りた表情で垢抜けてさえ見える。一体どういうことだ。あの大きな子供はどうしたんだ。しかもいつの間にか歌手になっていたなんて。僕は今日まで思い切れずにいたのに、あの人はもうとっくに新しい道を歩き出していたとは。勝江を見送る構造の目から涙がこぼれた。コートの襟を立てて、人知れずそれを拭った。白衣の天使から歌手への転身。年明けの新聞に載った高石勝江の宣伝文。レコードデビューからすぐに勝江の人気はうなぎ登り。この日勝江は歌舞伎座の大舞台に立っていた。二階席を埋め尽くす看護婦たちの姿が目に入った。津村病院の皆様、お久しゅうございます。皆さんが昔を忘れずこうしておいでくださったことに感謝します。今から歌います歌は自ら作曲した母の愛です。構造との恋に走り、敏子を思い切ろうとした自分。勝江は我が子への思いを切々と歌い上げた。割れるような拍手を浴びて楽屋へ戻ると。ママちゃん、この先生が熱海で見ていただいた先生よ。構造様。事情は全部このとしこちゃんから伺いました。娘のことを打ち明けず姿をくらました私をさぞお恨みでしょう。いや、むしろすべてを知った今だからこそあなたを全身で受け止められた気がします。あの日桂の木に誓った約束をもう一度やり直しませんか？いいえ、今のままではご両親が納得なさらないわ。これから精進して津村家にふさわしい一流の芸術家になってみせます。それまで
待っていてくださいますか。待ちますよ、勝衛さん。その時が来るまで、きっと来るまで。今、二人は互いを信じ合う確かな心で結ばれていた。愛染かつらの木のように強く太い絆で。おしまい。ご視聴いただきありがとうございました。